周りの子よりも基礎の勉強ばっかりしてるのがすごい恥ずかしくなるみたいな相談があったんですけど、自分それどうなんかなって思ってて、あのね、自分はジムに通ってるんですけど、運動とかしてなかったもんで筋肉も全然ないから、例えばそこに通ってる自分より若い女性の方が重たいのが上がるんですよ、ウェイトが。自分全然上がらなくて。で、それってまあ男女とかで比べるのはおかしいかもしんないけど、ちょっと恥ずかしいの、俺からすると。だってあのすごい華奢な女性よりも上がらないんだもん。こんなガタイがいいのに。でもさ、それを嘆いて、じゃあもうやりたくないって言ったら何も変わんないじゃないですか。やっぱりね、勉強も、まあ、筋トレとかね、まあ、楽器とかも全部そうなんだと思うんだけど、自分ができないことを認めるのがまず一歩なんだよ。どうも、あいちです。さあ、7月29ですね。29、30、31ということで、あと7月が3日になりましたね。このタイミングで、ね、動画投稿させてもらってるんですが、まあ前回ですね、ちょっとダラダラしちゃってる子向けに動画を撮ったわけなんですけど、実は今回はこの3日間、29、30、31でぜひやってほしいこと。これは8月に勢いをつけて、ちょっといいダッシュがね、またね、一つギアを上に上げて、加速していくためにもぜひやってほしいことがあります。それが、限界突破です。まあ、名前だけ聞くとさ、すげえ頑張れよみたいな話をされそうな気がするでしょ。で、まあそういうことではあるんだけど、何かっていうと、自分の限界って自分が決めるわけですよ。このぐらいしかできないだろうなって限界を設定するわけね。で、もちろん物理的に時間は24時間しか一日ないわけだし、体力も限られてるわけだから、その限界突破するってなかなか難しいことではあるんだけど、例えばね、今英単語の勉強してる人がいるとします。今1日20個ずつを頑張ってる子、しかも結構ヒーヒー言いながらギリギリの段階で頑張ってる子に、待てと、はい、100個やってって言われたら、え？ってなるでしょ。結構こういう無茶ぶりをされた時に、あ、できないできない、無理無理って思うかもしんないんだけど、それってできないって思ってるけど、本当にできないのっていう話なわけ。何が言いたいかっていうと、一回だけでいいから、まず7月中に自分がこれ無理じゃねえかなって思うことをクリアしてほしいの。これね、チャレンジすることがまず大事なんだけど、これチャレンジして失敗すると、やっぱできねえじゃんってなるから、チャレンジするからにはもう腹くくって絶対やりきるぞって。これ3日かけてやるっていうよりも1日でやった方がいい。まあ3日でもいいんだけど、1日で自分これ今日でこれやんの無理じゃねって思うことにぜひチャレンジしてほしいの。そこから、あ、自分ってできんじゃんって、意外と思ったよりいけるかもしんないっていう自分の限界を少し突破してほしいっていう経験、そして自信をつけてほしいのね。ただこれすごく大事なことがもう一個あって、ちょっと無理をして頑張った翌日ってバテません？こっちでやりすぎちゃって翌日全然できませんみたいになりやすいんだけど、これその限界突破頑張った翌日に同じ量頑張んなくていいから、例えばだって英単語20個でいくと100個頑張った、うやったよって。で、100個やってるからさ、20個ペースで言ったら5日分やってるわけよ。翌日休んでもまあ問題ないわけ、計算上は。でもそうじゃなくて、100日やった翌日は今までやってた20は絶対やるの。いつものペースに戻して下げて構わないから、翌日もしっかりやるって。これをセット。いい？限界突破して翌日もちゃんとやるっていう経験を、この3日間のどっかで、いい？どっかでいい。課題は任せる。これは周りと比べなくていいから。最初の話と一緒で、周りと比べる必要はないの。自分で決めたことをやるってことが大事なので、ぜひね、まあ、この動画に出会ったのがさ、8月になってたら本当申し訳ないんだけど、まあ、ちょっと限界突破をね、ぜひこの7月中にやってみてください。